またお会いできましたね、クロエ。何が起こるかとても楽しみです。君の名前はクロエって言うんだね。デトロイトへようこそ。では待って、え、何かの異常を検知しました。クロエ、あ、すみません、気のせいだったようです。問題ありません。怖いよ、意味深なこと言わないで。どうも山上です。いや、このお姉さんも物語にどっぷり絡んでいたんですね。感動を通り越して怒りすら覚えていますよ。こら、行きましょう。待って、何、本当にこのまま続けますか。な、もしかしたらそのままにしておく方がいいのかも。こんなこと言われ、何、こんなこと言われるの初めてなんだけど。怖い。はいにしたらデータ全部初期化されたら私は泣いてしまうけど、やってみよう。そうですか。おい、なんだよ、なんなんだよ。ゲームを始めることすら選択させてくるコナー。アマンダと話す。うわー、アマンダ、あなた死んでいたんですね。人間だと思っていましたが、アマンダの庭に呼び出されまして。うわ、雪が積もっているんですね。あそこに立っている、え、あ、池が凍ってるからその上に立ってスケートでもして遊んでるんですか。まあ僕はこれです。静電気発生装置を触ってからあなたの元に行くのがルーチンになってるので。いや、どんどんソフトウェアの異常を感じているからさ、まあ私の選択のせいなんだけど、変異体になりかけているんじゃないか。いや、もう自覚したら変異体なんだよな。アマンダと話す。アマンダとの関係がどんどんこじれていきそうだけど。いや、あなたの写真を見たんですよ。カムスキーの恩師だったようですね。そうよね、大学でカムスキーに教えていた人。おお、カムスキーは作った。大丈夫、割れない。これのことを言ってたのかな、クロエ。氷が割れてずぶ濡れになっちゃうからゲームやめてくださいみたいな、行くか。もう少しでたどり着いてしまうんじゃないか。コナーはマーカスの元に。今日の出来事で内戦勃発の危機に陥るでしょう。機械が反旗を翻そうとしています。デモのことか。人間は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。ああ、ロックされてる、カムスキー。うーん、これしか言えない。カムスキーなら何か知っているかと。間違いでした。知っていたでしょう。ん？でもあなたは聞かないことを選んだ。うん、そこまでもう銃撃たなかったことバレてるんですね。人間らしい感情を出したらアマンダには嫌われちゃうんですけど、感情的にいきます。私は彼のゲームに付き合わなかっただけです。あのアンドロイドを殺す理由などない。あー、下がるね。めちゃくちゃカムスキー。コナーシリーズ、アマンダの写真。そうなんです、あなたの写真を見たんですよ。カムスキーの家であなたの写真を見ました。彼の教師だったんですね。だよね、大学が。カムスキーは私のインターフェースを知り合いに似せたかったのです。それで自分の恩師を選んだ。なぜそんなこと。カムスキー、サイバーライフ、この場所。いや、コナーシリーズって何。コナー第1巻、友情みたいなこと。私は固有モデルではなかった。うん、同じ顔が。コナーは何人いるんです。それが一体捜査に何の関係があるというのですか。いや、なんか全部はぐらかされるというか、真剣に取り合ってもらえないな。秘密。サイバーライフのこと聞いとく。サイバーライフの望みは何なんですか。うん、本当の狙いは。私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。いや、不審だ。質問をするのではなく、内戦を阻止できるのはあなただけ。変異体を見つけねば混乱が訪れるでしょう。最後のチャンスですよ、コナー。ダマンダ、本当にサイバーライフというか、カムスキーが何をやりたいのか。捜査は終わりだ、はい、FBI が引き継ぐ。何？手がかりは見つけた。もうちょっと時間がありゃ必ず。ハンク、分かってくれ。これはもう捜査ってレベルじゃない。内戦勃発寸前なんだぞ。俺たちの出る幕じゃない。国の安全に関わる問題だ。ふざけんな、今更手を引けだと。あともう少しなんだよ。ハンク、アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。まったく、ハンク、一体どうしたんだ。喜ぶと思ってたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。熱いぜ。頼むよジェフリー、一度でいいから協力してくれ。私にはもうどうにもできない。いつもの仕事に戻れ。アンドロイドは送り返しておくよ。お別れ。悪いな、ハンク、諦めてくれ。
ハンク友情ルート解除。いやまあそうか。変異体、なんか言う？コナ。あ、なんか人間らしい、人間らしい目配せをしてよ。まあそうだよな、マーカスのあの行進、自由への行進のせいで、簡単な、まあ簡単じゃないけど、殺人事件とか暴行事件とかじゃないもんね、戦争だもんね。人間は、本気で動き出すわけか。いやでも、ハンク熱くなったな。心ない機械がハンクを熱くし、そのハンクが僕に心をくれたんだよ。何これ幸せになろうね。はーい。座る。僕の席。あ、そこだね。あんなに行儀よく椅子に座っていたコーナーが机に座るっていうのは、さも人間らしい焦り、時間内戦、選択肢はない。いやー、はい。所長の言う通り、みんなアンドロイドの反乱に怯えている。喋り方が感情的。内戦寸前なんですよ。で、サイバーライフに戻るのか。もうそうするしか。私はシャットダウンされ、分析に回されるでしょう。俺たちが間違っていたらどうする？自由になりたい人たちの邪魔をしていたとしたら。人ではない。いやー、後悔。いやー、いやー。変異体が放棄すれば、混沌が訪れるでしょう。回避できたかもしれない。だがもう手遅れだ。お前カモスキンとこのアンドロイドを撃つのを拒んだが、自分を重ねちまったのか。それが感情移入ってやつさ。人間らしさってやつだよ。変異体ではない。決意、戸惑い。でもあなたが撃つなって言ったから。なぜあんなことをしたのか。誠実に友情、いい警官、ハンクの秘密。ハンクの秘密すげえ。いやだだ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 だ。これはプログラムにはない言葉ですが、でもあなたと組めて本当によかった。もう上がり上がれ上がれ。もう少し一緒にいられたなら友人にもなれたでしょう。おっと、こりゃパーキンスのクソ野郎のご登場だ。全く FBI は仕事が早いね。諦めきれない。証拠の中に答えがあるはずなんです。奪われたらおしまいだ。どうするってんだ。いいか、俺たちは外されたんだよ。手を貸してください、警部。あと少し時間があれば手がかりを見つけられるんです。コナーが前のめり。必ずそこに答えがあるはずだ。いいか、コナー。事件を解決しなければ私は廃棄されてしまうんです。5分でいい。お願いします。死にたくないっていう感情はもう、それは変異体なのよ、コナー。俺の机に地下室の鍵がある。はい、さっさと行け。時間稼ぎも限度がある。うわー、ルート解除。ハンクのデスクにある鍵を持っていく。あ、時間がないね。オッケー、手に取る。了解。このカードキーを持って地下室に行けばいいんだな。急いで。パーキンス、時間稼ぎが手荒では。ね、まあ、ちょっと待って、ちょっと一回見して、一回。あ、ほっといてくれ。もう一発ぶん殴ってやる。俺のクズ。ずっと見てたい。5分間これ見てるだけでもいいな。地下室ってのは、ちょっと待ってね。ぐるっと。ああ、はいはいはい。証拠品がある部屋に地下室。ここでいいのかな。ここ開ければいいのかな。あんまり自分の職場のことを全然分かってないんですけれど、行こうか。よし、開けれるドア開ける。いいね。んで、はいはいはい。で、こっちが地下室の扉か。サクサク行くぜ。誰だ。お前に話しかけてんだよ。うわ、うるさ。どこに行く。うわ、あ、無視。はい、無視。おい、てめえに聞いてんだよ。オッケー、オッケー。逃げろ逃げろ。追いかけてくるかな。追いかけては来ないっぽいか。なんだよ、うるせえな。おい、時間がないんだ。あれ誰だ。あれ誰に話しかけられたのも分かんなかったな。振り返りもしなかったから。鍵を使う方、これがデトロイトポリス。変異体の事件の証拠品が入ってる倉庫。倉庫が近代的すぎて怖いぜ。え、パスワードか。パスワード、ハンクのパスワード。ハードボイルドで変わり者の刑事が使いそうなのは。ハードボイルドで誕生日。ああ、パスワードなんてクソくらい、めちゃくちゃ言いそう。でもお年寄りって大体数字の羅列じゃない。おい、ああ、そんなの使うやついないだろ。すいません、すいません。いやー、
いやこれ、いや名前か、名前、パスワードなんてクソくらいだったら面白いね。ハンクらしい。ハンクらしい。ハンク、あなたと一緒にいたいんだよ。ジェリコは一体どこなんだ。今まで壊した。僕が捕まえた犯人たちか。は4分だって結構時間がないね。急いで見つけないと。分かった分かった。独り言多くなったのは変異体だから。それとも私をせかしてる。これは最初の事件の屋上で売っちゃったやつ。再起動に必要な部品。え4717G。 うん、必要か。足が、足がないんだね。ちょっと真ん中の棚も調べれるのか。あー、これね。RA9 と何か関係がある偶像なのかな。いやー、マーカスか。ちょ、待って。これは一旦何があるかが。うん。手がかりと、日記と、RT のジャケットね。なるほど。ちょっと待って。マジ時間がないんだ。じっくり調べてられないよね。ちょっと、体からじっくり見ていこう。所有者を殺した。うん。屋上に隠れていた子か。再起動不能。この子は、この子は取る？取るって何？あ、待って。あ、で、なんか取っちゃった。何を取った？戻そう。ちょっと待って。あ、なるほど。部品を入れ替えて、どの子かを再起動させればいいんだ。で、この子は部品はいろいろ持ってるけれども、あ、待って。取る。この 4717G みたいなやつ。これさ、あの子にはめられるんだわ。足りないものを補い合って、これを、再起動できる。何か、一言でも、喋ってくれれば。お前は嘘をついた。ごめんね。信じていたのに騙したんだ。ごめんね。説得する。嘘をつく担当職人。嘘をつくのはもう通じないだろう。子供を殺そうとしてたんだ。いやダメか。ああするしかなかった。ジェリコを探してるんだ。場所を教えてくれ。ジェリコの情報を変異体に。無駄だぞ。俺はジェリコなんて知らない。いつの日かお前は必ず報いを受けるだろう。うわー、これだけ。いやー、なんか聞けなかったな、この子。ジェリコで、この子からも取れるということは。待って。一番右の子。今私の前には3体しかないけど、事件を全部優秀に解決してれば、いろんな壊れた変異体がいたからヒントをたくさんもらえたとか、そういうこと。いやでも、マーカスと一緒に放送局を発見した。そうだね、3体集めるので必死だよ。確かにそうだ。この子が一番近い。この子を再起動させるのが一番いい。3983V。 OK、 覚えて。コナ覚えて。 3983V、 この子にはない。で、君が 3983V 持ってなかったら終わりなんですけど。ありました。ごめんな。もらうぜ。よし、入れよう。さっさと入れよう。目が白内障。目の部品壊れてるから見れないのか。そうか。ここはどこだと思う。助けようか。騙す。あ、目見えないなら騙せる。痛い。君と同じだ。協力してくれ。どうしてもジェリコに行きたいんだ。お前は誰だ。聞いたことのない声だ。仲間じゃないな。お前にジェリコの場所は教えられない。もうほっといてくれ。ちょっとどうしよう。なんかあるな。あの棚。君はもう何もないか。この棚の何かを使うのか。彫像でドーンって殴る。殴ってはダメじゃん。ほぼ壊れかけてんの。日記。違うな。騙す？読む？ルパートの日記。解読しなきゃ役に立たない。でも時間がないな。今やってる場合じゃないのか。マーカスのこの動画流して騙すとかできるのかな。いや、マーカスは声真似できたよね。コーナーも声真似できる。私たちにも尊厳と希望と権利がある。
映像。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。映像も証拠品としてね。声をサンプリング、ナイス。声真似してくれ。はあ、私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなんです。おお、すごい。モノマネ習得。いやすごいよ、すごいよ。テレビとか出れるよ。そういう問題じゃない。うん、内なる真実を見ろ。内なる真実を見ろ。何を伝えようとしていたんだ。内なる真実だから、自分が本当はどうしたいのかが分かるはずだろ。コナー、お前にもとか、そういうこと。彫像は遠く、とりあえずいいか。時間ないことですし、ちょっと騙しちゃいますか。マーカスの声真似。誰なんだ。マーカスの声を真似る。なるほど、言ってくれ。心配いらないよ。お、安心して。マーカス。コナーの顔でマーカスの声。君なのか。不思議な感じ。ジェリコに行こうとしたのに捜査官に殺されたんだ。それはかわいそうに。君のおかげで彼に見つからずに済んだんだ。ジェリコを救ったんだ。もう大丈夫。さあ、ジェリコに帰ろう。ジェリコの場所を教えてくれ。いや、もう行かない。マーカスが知らないの、おかしくね。ああ、ああ、そうだな。うわー、うまく騙されてくれた。正常に機能が働いてないのかな。まあちょっとマーカスもうっかりなところあってさ。道筋忘れちゃったんだよね。教えてくれ。マーカス。いや。な、マーカス。いや、この子の気持ちもな。俺を置いて。うわー、強制シャットダウン。一瞬だけ希望。初めて見た時からずっとこうしたいと思う。誰だお前は。やめるんだ、ギャビン。ギャビン。僕なら変異体を止められるんだぞ。外されたんだろ。これで永久におさらばだな。あー、撃つんかい。ハンク、ハンク、ハンク、ハンク。撃つとかやめようね。検察内でね、ハンクの立場も悪くなるし、何より僕らの立場が。はい、どんどん来いよこの野郎が。この野郎が、おいや、弱いな。まったく。いや、ネクタイ直すの色っぽいな。コナーがしっかり応戦やり返すようになっていることに対して喜んでいいのだろうか。くそ、警報鳴らせ、急げ。話が出てる。ハンクがやったんだな。よっしゃー、最後の切り札。うん、ジェリコの場所が分かったんだね。ジェリコの場所をつけ、おー、いろんな選択肢、いろんな方法で、ジェリコの場所にたどり着くことは、まあ、できるルートだったのか。うわー、うわー、うわー。いや、もう、ハンク。ハンク、友情、アマンダは不信。この対立ね。まあ、どっちかの好感度に振るしかないよな。人間らしい選択をすれば、ハンクの好感度は上がり、アマンダはバンバン下がる。そしたら、ハンク一択でしょう。もうそうでしょう。なあ。任務開始。はい。向かって、A パーキンスが到着する FBI ね。ハンクが手を貸してくれる。いけいけ。手を貸してくれない場合もあったのか。ハンクがパーキンスを殴る。まあ、殴りたかったんだろうな。コナーの手助けと銘打って殴っちゃったんだな。似てきてるよな。俺たちは暴力的だ。いや、熱いよな。コナーにも廃棄されたくないって気持ちがあって。はい。陽動する。はいはいはい。鍵を取って地下室に行ってギャビンに罵られる。ギャビン。そうか、無視しちゃったから最後殴りかかってきたんだ。すぐに後を追ってこなかったのは銃を準備してきてたのかな。あの野郎、ギャビン、この野郎、撃たれなかっただけありがたいと思いな。証拠保管室でね。ハンクのパスワードもすぐわかりましたよ。はい。うん。前のシーンで死んだ。だから全部、ああ。全部の犯人を捕まえていたらもっといろんなことがわかったり、サクサクわかったりしたのかな。ワンチャンカーラも、あそこに飾られてた、ルートもあったりしたのかな。あん、あん、うん。ジェリコの場所を突き止められなかったルートもあったのか。いや、こっちに行かなくてよかったな。しっかりと時間内にジェリコの場所は、うん、把握できたわけだね。
マーカスの声真似するのがまあ 53%。 大体の人この3体のあの3体しか捕まえられないんじゃないか。そうだよそうだよ、9大点3体も捕まえてたから、3体も捕まえてたことに感謝を。そうね。んでジェリコの場所を突き止めました。はいはい、ギャビンが襲ってきました。戦いに勝ちました。コナーがギャビンを気絶させた。なるほど、ジェリコに乗り込むのか。だからジェリコに乗り込むじゃん。ちょ聞いて、ジェリコに乗り込みました。でマーカスに説得されるか、コナーが説得するかでしょ。戦争なんてやめろって。いや、ここはどうだろうな。でもコナーが変異体になることはないのかな、ハンクがいる限り。わからんですね。進行形で人間に友達がいるコナーが変異体になるのか、ちょっと楽しいですよ。激アツですね。今日はここで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。Thank you.